ゲオールギオス二世はギリシャの国王。ギリシャ王大使、コンスタンティノスの長男としてアテネ郊外の町たといに生まれた。母はドイツ皇帝フリードリヒ三世の娘ゾフィー。18歳になるとプロイセンで軍事訓練を受け、第一ギリシャ不評連隊の一員としてバルカン戦争に従軍した。1913年に祖父ゲオールギオス一世が崩御すると王大使となり、 スパルタ港の称号を与えられた。第一次世界大戦が勃発すると、新独感情を持っていた不王と連合国の後ろ盾を受ける首相エレフテリオス・ベニゼロスが対立を深め、1917年、コンスタンティノス一世が対することになった。本来であれば、王大使のゲオルギオスが即位するはずだったが、ゲオルギオスは父に従って、スイスに亡命することを選び、 弟のアレクサンドロスがアレクサンドロス一世として即位した。1920年、アレクサンドロス一世は、箸岡税が元で休止したため、父が復位することとなり、共に帰国した。1921年2月27日に、ブカレストで、ルーマニア国王フェルディナンド一世の娘エリサベタと結婚した。王妃との間に子は、生まれず、 1935年7月6日に離婚している。キド戦争での大敗を受けて、父が再び退院したため、1922年9月27日にギリシャ王位を継承した。1923年、政府によって国会が将来の政治体制を決定する間ギリシャを離れるよう要請された。亡命を強いられたゲオルギオス二世は王妃の古国ルーマニア、 後に、イギリスに赴き、また時に、母の住むフィレンツェで亡命生活を送った。ギリシャ政府は1924年3月25日に、共和制を宣言したが、1935年には、君主制の復活が支持され、ゲオルギオス2世はギリシャへ帰還した。1939年に、第二次世界大戦が開戦した当初、ギリシャは中立の立場を取ったが、 1940年、ムッソリーニがイタリア軍の自由行動権を求めてきたのに対し、親衛感情を持つゲオルギオス二世とイギリスとの友好関係を維持したい首相イオアニス・メタクサスは、これを拒絶した。これにより、イタリアから宣戦線布告がなされ、ギリシャは連合国側で参戦することになった。メタクサスの戦術やイギリス軍の支援によって、イタリア軍の進攻を押しとどめていたが、 ユーゴスラビアを攻略したナチスドイツが1941年4月23日にギリシャを侵略すると再び亡命を強いられ、クレタ島とエジプトを経由してイギリスへと向かった。ギリシャが連合国により解放されると1946年11月28日に再度大いについた。1947年アテネの宮殿で 心臓発作を起こして放御した。ありがとうございます。